人生のあらゆる問題は対人関係の問題である。アドラーは人が抱える問題や悩みは対人関係を離れると存在しないとした。家族や同僚など周囲の人との関係に関する問題、悩みは多い。一方、背が低い、仕事の業績が上がらないといった個人的な悩みはどうか。アドラーに言わせれば、こういった悩みも他人と自分を見比べているからこそ起こるということだ。もし相手がいなければ、自分は背が低いや仕事ができないとは思わないはずとした。人生のあらゆる問題は対人関係の問題である。個人は社会的な文脈においてのみ個人となるのだ。アドラー心理学は人間のさまざまな問題を対人関係から捉える。そもそもアドラーは他者との関係を全く持たない純粋な個人が存在するとは考えなかった。当たり前のようだが、医学や科学の分野になると人間を他者と切り離した独立の単体とみなしがちではないだろうか。あなたがあなたらしくいられるのも他者がいるからこそ。だからアドラーは他者に関心を持ち、そして貢献する生き方を進めているのだ。個人は社会的な文脈においてのみ個人となるのだ。無人島で暮らしたロビンソン・クルーソーがどんな性格であっても誰も気にはしまい。人間の性格も他者との関わりを抜きには存在しえない。例えば長い年月をたった一人で離れ小島に住んでいる人の性格のことを他人はもちろん本人であってすら気にしようとはしない。遠慮がち、慎重であるといった日本人からすれば決して悪くない性格は、外国へ行くとよそよそしい、肝が小さいなど否定的に受け取られることがある。本人は人付き合いが苦手だという性格を気にしていたとしても、受け取る相手の見方や状況によっては繊細で優しいという評価に変わる。性格は常に対人関係の中で生まれるのだ。無人島で暮らしたロビンソン・クルーソーがどんな性格であっても誰も気にはしまい。話す、読む、書く、これら人間の能力といえるものが発達するのは、仲間の人間に関心を持つことによってだけだ。過去に遡ると、一人で生きた人がいたという痕跡を見つけることはできないとアドラーは言う。野生動物と比べ、体力、五感が優れているとは言えない人類は、他人とつながることで今日まで生きてきたのだ。その中で発達したのが言葉。だからこそ地球上に言葉を持たない民族は存在しない。人間のあらゆる行動、感情は対人を抜きには語れない。人類の歴史に照らしてみれば、相手を仲間と思い関心を持つことこそ人間にとって自然なことであり、能力も発達するのだ。話す、読む、書く、これら人間の能力といえるものが発達するのは、仲間の人間に関心を持つことによってだけだ。生まれたその日から子はできる限り自立するよう訓練されるべきである。生まれたばかりの子供は親たちの保護を必要とする。そして保護を受けて育つから、すでに子供たちは他者との関係や世界観を学び取っている。何でもやってあげるような育て方では、他人の援助ばかりを求める
甘やかされたライフスタイルが形成されてしまう。アドラー心理学では、育児や教育の目標として自立すること、社会と調和することを挙げている。人が他者との関わり抜きに存在しないことを念頭に置きつつ、自分の人生を自分で作っていくのだ。生まれたその日から子はできる限り自立するよう訓練されるべきである。すべての問題を解決する真の方法は、いつもより多くの勇気と周囲との協力だ。人生の課題には困難が伴う。困難に立ち向かう上で、アドラーが重視したのが勇気であるということは先に述べた。もう一つ欠かせないものが、他人と協力し合いながら進めることだ。アドラーも、人間は個人としては弱く限界があるので、一人では自分の目標を達成することはできないと言っている。勇気とは常に他者と共に存在するのだ。ただし、援助をひたすら一方的に待つことではない。協力は他人に協力する姿勢があるからこそ得られるものなのだ。すべての問題を解決する真の方法は、いつもより多くの勇気と周囲との協力だ。勇気はスプーン一杯の薬のように与えることはできない。アドラーは教育の目標として自分で課題に取り組むべき力を身につけることを挙げる。そのために、進んで課題に取り組めるようになるための勇気を与えることを何よりも重視している。しかし、勇気づけることは知識や技術を教えるほど容易ではない。相手の立場に立って信頼関係を築き、粘り強く対話をして相手の理解を促すという面倒な取り組みを要する。叱ったり褒めたりする方が手っ取り早い局面はいくつも出てくるはずだ。でも、本当に相手を育てるにはこの方法しかない。勇気はスプーン一杯の薬のように与えることはできない。臆病が伝染するように、勇気も伝染するものだ。一人が抱える不安が周囲の人たちを巻き込むように、他者と共に歩む人が持つ勇気は周囲を勇気づけるとアドラーは主張する。このような人は自分の考えで行動を起こしつつ、常に他者を仲間とみなしている。周囲に惑わされず、勇気を持って課題に取り組み、他の人に働きかけることもできるのだ。人に見向きもされないことを始めることは誰しも勇気がいる。でも、一人の勇気がやがて多数の勇気を導くのだ。始めるのはあなたかもしれない。臆病が伝染するように、勇気も伝染するものだ。相手を愛する方法は自由だが、自分に依存させてはならない。アドラーが甘やかされて育った少年の母親に対して語った言葉だ。何でも代わりにやってあげたり、何から何までアドバイスをして、相手を自分に依存させることは、子供が自立して活動するための勇気をくじくだけだ。これは子供のためにならない。親子だけではなく、夫婦や恋人、友人においてもこのような関係をよく見かける。依存させるという愛情表現は、他者としての独立した人格を相手に認めないことであり、真の愛ではないのだ。
相手を愛する方法は自由だが、自分に依存させてはならない。救いたいと思う相手に恋する人は、自分が優れていたいという願望を隠している。紐のような男性を救ってあげたいと思ってその人に恋する女性がいる。あるいは悩み多き女性の相談に親身に乗るうちに恋心を募らせる男性。そのような交際で肝心の相手が幸せになるとは限らない。つまりは、相手を救いたいと思っている人は、相手には独立した人格があり、人生の課題を解決し得るのは結局相手自身でしかないという真実から目を背けているケースが多い。そういう人が秘めているのは、相手への愛情ではなく、相手を支配したいという優越願望の裏返しでしかない。救いたいと思う相手に恋する人は、自分が優れていたいという願望を隠している。子供に質問されたとき、大きくなったらわかるよと答えてみなさい。それはあなたが子供を対等な存在と思っていないことを示すことになるでしょうから。アドラーは縦ではない横の人間関係を重視した。子供も同様で、対等な存在として扱うように親や教育者に要求したのだ。上から目線で従属させる関係を強いれば、子供はあなたを仲間ととは思わなくなる。勇気づけに不可欠な対話による解決を難しくする。このことは職場の上司と部下の関係にも当てはまる。確かに上司は経験も知識も豊富だ。でもこれは年数を重ねている結果なのであって、そのキャリアを敬うことはあっても、同じ人間という意味ではあくまで対等なのだ。子供に質問されたとき、大きくなったらわかるよと答えてみなさい。それはあなたが子供を対等な存在と思っていないことを示すことになるでしょうから。褒められている間は前に進むことができた。そういう子は一層の努力が必要な時が来ると勇気がくじかれ退却した。相手を勇気づける時に褒める行為が望ましくない理由を述べたのがこの言葉だ。職場でも当てはまるのではないだろうか。褒めることを繰り返すのは、褒められるためだけに頑張るという従属関係を作り出すだけだ。絶えず褒める人の顔色を伺いながら生きることになりかねない。また褒められなければ何もしなくなるかもしれない。自らやり遂げる勇気をくじくのだ。褒めるという行為は上下の支配関係を生む。勇気づけは対等な関係から生まれるものだ。褒められている間は前に進むことができた。そういう子は一層の努力が必要な時が来ると勇気がくじかれ退却した。子供を育てる時には、厳しく叱ってもいけない、甘やかして褒めてもいけない。多くの家庭で見られる子育て法をアドラーは否定した。叩いたり強く叱ったりするのでは、子供の敵意を生み出し、暴力が人間を支配する最善の手段だと考える人間に育ちかねない。一方、甘やかされている子は依存心を強め、家族以外の他者と関わることを困難にする。支配も甘やかしも自分から進んで課題に取り組む勇気をくじくのだ。
アドラーが進めるのは、対等な立場で対話する横並びの関係だ。それはいかなる場所のいかなる人間関係にも当てはまる。子供を育てるときには、厳しく叱ってもいけない。甘やかして褒めてもいけない。共同体にとって自分の行動が有用であるとき、自分に価値があると思える。これは勇気を錯覚する際の最初の一歩だ。人間に価値があると思えることは、家庭や社会で一定の居場所を持てることを意味する。すると人は勇気づけられ、人生の課題に積極的に取り組むことができる。アドラーはしばしば、有用という言葉を使いますが、これは他者や社会に役立つという意味。自分に価値があると思うために必要なのが、他者や社会に役立っているという実感なのだとアドラーは言う。相手を勇気づけるのなら、ありがとう、助かったと、相手の行動が自分に役立っているという感謝の気持ちを伝えるだけでいいのだ。共同体にとって自分の行動が有用であるとき、自分に価値があると思える。これは勇気を錯覚する際の最初の一歩だ。私は患者に尋ねた。治すために何をすればうまくいくと思う？患者は答えた。非常に簡単だ。私は生きる勇気を失っていた。しかし話しているうちに勇気を見つけたよ。褒めるのでもなく罰するのでもない勇気づけのための教育。アドラーは統合失調症の患者のケースを通じてそれを示していくが、広く当てはまりそうな言葉だ。アドラーはその患者が自分に殴りかかったり、窓ガラスを割ったりするのにも辛抱強く付き合っていた。そして回復の光が見えた頃、彼と患者のやりとりが記したのがこの言葉だ。勇気づけで大切なのは、相手と仲間になり、相手の目線に合わせることだ。それには時間がかかる。けれど確実だ。私は患者に尋ねた。治すために何をすればうまくいくと思う？患者は答えた。非常に簡単だ。私は生きる勇気を失っていた。しかし話しているうちに勇気を見つけたよ。最後までご視聴ありがとうございました。またご視聴ください。